セリーナ・メジャースはアメリカ合衆国のプロレスラーで主なリングネームはバンビ。1986年デビュー。デビッド・マクレーンの女子団タイパーを似てバンビとして活動。1987年から1988年にかけてアワ王者メルゥーサミセリーと構想を繰り広げる。1988年12月13日に開かれた PPV イベント。 アワースーパークラッシュ3のランジェリーバトルロイヤルにも出場。同年には CWF にもトム・プリチャードのマネージャーとしても参加。LMLW やルプエアにも参戦。PPV イベントスーパーレディースショーダウンにてマリア・ホサカと組レイラにカイ・ジュディ・マーチンのグラマーガールズが持つルプエアタッグオーザーに挑むが敗れる。1990年代には WPW に参加。1990年、WCW、クラッシュ・オブ・チャンピオン12において、ルプエア王者スーザン・セクストンに挑戦するが、王座ダッシュに失敗。WCW ワールドワイドにて、ペギー・リー・レザーと、長らく構想を繰り広げる。1991年秋からは、メデューサ、レイラに、カイ、ジュディ・マーチンと構想を展開するもすぐに、 WCW からフェードアウト。1994年には FMW にて初来日、鍋の雪ユやクラッシャー,アーゼンパクとシングルで対戦したり、同じく来日していたローラ・ゴンザレスやレーラ・ニカイトもタッグを組んだ。この年は SMW にてタミー・リン・フィッチと構想。ロックンロール・エクスプレスと組んで、ブライアン・ D、ー、クリス・キャンディード、そして フィッチと6人タッグで対戦した。2000年から2001年までは、セリーナ・メジャースとして、デビット・マクレーンのワオに参加し、長らく、サグと構想を展開。PPV イベント、ワオ・アンリーシュトで、サグとの金網デスマッチに挑むが敗戦。番組外では、サグと共にトレーナーを務める。2005年1月29日、レッスルリユニオンにて、ウェンディ・リヒター、マリア・ホサカ、 ジェニー・テイラーと組み、シェリー・マーテル、ペギー・リー・レザー、クリッシー・バイン、アンバー・オニールと8人タッグで対戦。11月19日に、スパー・タンバーグでの8リビュート2ストルケイドにて、リサ・モレッキと組み、チームブロンデージンに勝利して、CCW 女子タッグを獲得。ありがとうございます。